ウィリアム・アレン・マクレーウィリアム・アレン・マクレーはアメリカ合衆国の政治家。マクレーは1870年、フロリダ州、ワクラ郡ソップ・チョッピーで生まれた。父ウィリアムは、ノースカロライナ州の出身で、幼少時にフロリダ州のウォルトン郡に移住、後にワクラ郡に移って農場を経営していた。政治にも関心があり、マクレー誕生後に2年、衆議会で勤めている。 また母レベッカはサウスカロライナ州チャールストンの出身である。7歳の時、ウォルトン郡の親戚の家に住むことになったが、満足な教育を受ける機会は与えられなかった。16歳の時、製材の仕事を始め、以降は様々な職に就きながら自活して教育を受けた。エスカンビアベーバ橋の監視の仕事をしていたこともある。青年後は教師となり、 1891年にはホームズ軍で、1893年にはウォルトン軍で、1894年にはジャクソン軍で教鞭を取った。1900年にはジャクソン軍の公教育を監督する学区長に選ばれ、1901年から1905年まで務めた。1912年からフロリダ州のオム長官を務めた。 知事交代のたびに交代があり得る職責であったが、マクレーは1923年までのオウム長官を務めた。1921年、KDA ハーディー知事の下でも、ノウム長官を務めたが、1923年辞職し、ネイサン・マイオに交代した。1943年7月21日死去。ありがとうございます。